皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は1月の8日、まだお休み、今日まで休みって人いるかもしれません。まあ仕事がもう前回は元旦だったので始まったよって方も多いと思いますが、はい、ということで、まあ、今は受験シーズンでお勉強を頑張ってる方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。あとは成人の日だったりね、はい、毎年毎年こういう話してるんだけれども、今年入って、そうですね、あのズッチが来てくれた、前回ね来てくれたんだけど、去年について振り返れてなくて、去年はなんか私としても、あの続いている作品に引き続き、まあ続編があって、街角魔族だったりとかもあるんだけど、新しい作品にもお邪魔したり、あと初めて朗読劇に出させてもらったり、あとは何より無色無地ですねが大きかったなって、あとは無色無地もそうだし、かぐや様の1年間だったなぁなんて思いました。コクレイディオンも終わっちゃったしね。どうするんだろう、あの愉快なリスナーたちはどこへ流れていくんだろう。うちにも来るのかな。どうぞ。そう、国レイで終わっちゃったから、私としても今どっかなんか家具屋ロスみたいになってて、そう、国レイディオロスにもなっていて、なので私の秘密を一つ今暴露していいですか。私の今の待ち受けはですね、かぐや様の生徒会メンバー5人で撮った写真が今待ち受けになってます。そして、ホーム画面は娘です、小顔葵です。そう、これをね、何も言わずしれっとホーム画面にしていたのよ。まあ、なんだったら去年からしてんだけど。そしたら、あおちゃんに、やぁやめて、何してんの、やめてって言われて、なんか、あ、かわいいなって思ったりしていました。何の報告だ。はい、ということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。からいただきました。バイキングやビュッフェでつい食べてしまうものは、え、ミニトマト。小原好みの心置きなく。改めまして、小原好みです。訂正するわ。なんかそこに置いてるものがやっぱその場所によって違うじゃん。私いつも取るのは、そんな食べれるわけないじゃんって冷静になれば思えるんだけど、あのデザートって結構プチサイズでなんか並んでない？なんかね、3つ4つ持ってきちゃうの、食べれないのに、っていうことが多いですかね。かぐやさんは何がいいんですか？はい、ということで、じゃあふつおた、今回ちょっと多めになっているので読んでいきたいと思います。こちら今から読むメールはちょっとまとめて読んでいきたいななんて思ってます。はい、ココネームガッチさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。初めて、メール送らせていただきました。ありがとう。12月18日のかぐや様の舞台挨拶のチキンの会の方に参加させていただき、とても感動しました。かぐや様は、今年に入ってから、まあ、昨年ですね、入ってから、それ以来原作コンプリート、アニメは OVA 含め1期から3期を各10周以上するほどハマりました。嬉しい。なので舞台挨拶という形でお会いできてとても嬉しかったです。さて質問ですが、小原さんが舞台挨拶やイベントの時に意識していることなどありますか？個人的には一人一人のことを見ておられるように感じました、というメールです。続けていきます。ココネームルイさんです。小原さん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。18日の大阪でのかぐや様特別上映舞台挨拶、お疲れ様でした。上映前の舞台挨拶だったため、直接内容に触れたお話はできなかったのですが、お二人の今回の作品に込めた思いと、小賀さんのチキンに対する思いがすごく伝わってきました。これまでかぐや様と会長のむずがゆい関係性を見守ってきて、今回の作品ではこのむずがゆさが、解消されて嬉しいような、ほっとしたような、そんな気持ちで胸がいっぱいになりました。藤原はね、相変わらずでしたね。笑いあり涙ありの作品で本当に素晴らしい作品でした、というメールです。
あと最後に読んでいきます。ココネームカツオ兄ちゃんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。特別上映かぐや様を告らせたい。ファーストキスは終わらない、早速公開初日と二日目に舞台挨拶と共に、見させていただきましたが、もう最高以外の言葉が見当たらないくらい最高の作品となっていました。自分の中で最初に出てきた感想は、かぐや様キャストはやっぱりすごいという感想でした。特に今回のお話のメインは、かぐやさんと会長になるということもあり、古賀さんと古川さんのお芝居が、どの場面も本当に素晴らしくて、なんとそのお芝居に感動させられたかわからないほどです。そんな二人をはじめ、キャストの皆さんが、かぐや様という作品、そしてキャラクターに寄り添い、これ以上ないんじゃないかと思ってしまうほどの素敵な演技を見せてくれているからこそ、アニメかぐや様は、こんなにも素敵な作品になっているんだなと改めて感じられることができましたし、舞台挨拶での仲良しな様子や、お互いのお芝居を褒め合っているところも、微笑ましい光景を見て、このキャストの皆さんを、かぐや様で巡り合わせてくれてありがとうという感謝の気持ちでいっぱいになりました。作品と素敵な出会いに本当に感謝です。素敵な作品をありがとうございました。素敵なお話をたくさん聞かせてくださってありがとうございました。かぐや様が大好きです。という。他にも、いっぱい来ました。本当に本当にありがとう。ちょっと年をまたいでしまったんですけれども、お話しする場がなかったので、年明けにはなりましたが、読ませていただきました。ということで、かぐや様の舞台挨拶がですね、昨年の12月17、18日と、24、25と、計4日間行われました。ちょっと残念ながら、名古屋の方にはお邪魔できなかったので、いつか、リベンジと、かぐや様チーム一同、思っているんですけれども、はい、ということで、カツオ兄ちゃん、その後にもメールをいただいて、なんと24日、25日も来てくださっていて、嬉しかったですよ。ありがとうございます。はい。本当に、もう国レイディオが終わっちゃったんで、まあ作品について触れるラジオでもなかったんですけど、改めてこうやって皆さんからの感想を読める機会がないだろうなと思ったんで、今回選ばせていただいたんですけれども、すごかったでしょう。いや、ギャグはもちろん、一番大事なみんなが見たいと願っていたタイトルになっていますね。かぐや様は告らせたい。この一番大事なその恋愛の部分はどうなっていくのよっていうところが、濃く深く描かれている特別上映になっていたんですが、もう、二人のお芝居が素晴らしすぎてですね。舞台挨拶でもいろんな取材とかでも話してるんですけど、私はアフレコ当時、青ちゃんと古川さんとご一緒する時間がほぼ8割ぐらい、まあ、ほぼ 100% だったかな。一緒にいることができたんですよ。そうそう。最後の後半のシーンにかけては、二人の大事なターンになってくるから、ちょっといると邪魔かなと思ったんで、私は失礼したんですけれども、だから完成されたものを見て感じたいなっていうふうにも思ったんで、その場から離れたんですけど、でもね、本当にすごかった。なんか二人の、青ちゃんと古川さんがこの作品に対する思いの深さ、っていうのをお芝居で改めて感じることができたし、なんか幸せだった。そのアフレコの時間も含めて。そう。で、完成されてみたら、一緒に掛け合いはできなかったけれども、石上くんを演じた鈴木くんだったり、みこちゃんのお芝居を演じているみゆちゃんのお芝居だったり、あと他にもたくさんの方が出演されているんですけれども、すべての役者さんの愛を感じましたし、あとは、演出もすごかったし、音楽も、音楽っていう演出の部分も、あとはアーティストで携わってくださっている鈴木雅之さんはじめ、いろんなアーティストさんの方も楽曲提供してくださって、もうこれ以上豪華なものはないだろうなって思えるような、そんな作品にこう、なっていたなって思いました。そう、何より嬉しかったのは、そうだな。古川さんの言葉だったかな。なんか結構青ちゃんも私も鈴木くんも みゆちゃんもストレートにこう普段から言葉にしていたんだけど、古川さんどっちかっていうと口数が多い方ではないから、現場にいる時もこう見守ってくださったりとか、一緒にゲラゲラ笑ってくれたりとか、ツッコミ入れてくれたりとかってことはあったんだけど、なんかかぐや様に対する思いをこう
すごく語るっていうことはあんまりなかったのね。あったんだよ。あったけど、すごいなんか熱弁することはなくて。そしたらなんか、皆さんがいらっしゃる前で、僕はまだ演じ足りないっていうふうに言っていた言葉を、方針祭の時もそうだったけど、あの言葉を聞くたび私泣いちゃうんだよね。でもそれはキャスト一同同じ気持ちだった、なので、今も変わらず、何か奇跡が起きたらいいななんて思っております。引き続き。まだ、上映していると思うので、見てない、もしくは見たけど、まだ見たいって方、何度も何度も足を運んでいただけたら嬉しいです。はい。ということで、続けて読んでいきます。ココネームフラワーさんです。ありがとうございます。小原さんこんばんは。こんばんは。先日ツイッターを見ていたら、前輪の公式ツイートで、南関東の1都2県の小学校で出てくる牛乳マップが投稿されていました。私は給食のない学校しか通ったことがないので全くわからないのですが、特に東京は地域によってかなりバラバラらしく、研究者を目指している身としては、どこに工場があるか、地域的なつながりと何か関係があるのかなど考えることもできて、見ていて面白かったです。何より驚いたのが、大学生くらいならまだわかりますが、結構大人の方でも牛乳の銘柄を覚えている方が多くいるということでした。子供の頃のそういったものって記憶に残りやすいのでしょうかね？というメールです。そう。ぜひ気になっている方は、カタカナ、前輪、株式会社、前輪ってこう検索していただいて、それで多分ハッシュタグ、小学校の給食の牛乳といえばって打てば多分出てくると思う。もう私にはたまらない地図。何これ？グリコ牛乳、メイト牛乳、雪印牛乳、更新牛乳とか、古谷牛乳とか、濃いやつもあるんだ。森永とか、高梨とか。いいな。金太郎牛乳とかね。うん、知ってる。いいな。なんか、これいいな。YouTube の企画でやりたいな。でもさ、その地域に行くと、結構給食で出てる牛乳って販売されてたりするんですよ。ただ、ね。YouTube 的に取れ高はどうなんだろう、移動の時間が多くて牛乳を手にしてる時間の尺の方が短くてつって、すごいスタッフさんに、へいやだーって思われるかな。なんかこういう旅がしてみたい。小原は今年旅がしたいです。あ、すごい、全国まとめ版完全ドーンって書いてある。これ、このワードだけだとお前何言ってんだって思うから、きっと調べてみて。さっき言ったハッシュタグ、小学校の給食の牛乳といえばって打つと出る。牛乳好きな方は。でも、ただ悲しい報告をさせてください。小原は最近、無脂肪牛乳を頑張って飲んでいます。頑張って？うん。本当は濃いやつ飲みたいんだけどね。脂肪分多いからさ。ふう。では、続けて読んでいきます。ココネーム、チャリンコ少女さんです。ありがとうございます。ココちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日、年内にもう一度メルコーヒーさんにお邪魔したいという気持ちを胸に川越へ行ってきました。一度母と訪れたことのあるメルコーヒーさん。初めてお邪魔したのは今年の夏休みでした。マスターと奥さんの、お人柄に惹かれ、また絶対に行こうと心に決めていた私は、約4ヶ月ぶりにメルコーヒーさんにお邪魔することができました。このミルクをいただき、マスターと奥さんに見守られながらノートに思いを綴る、あの空間が本当に好きです。初めての一人旅、また新たに思い出が増えました。2023年も、そしてこれからもずっとココちゃんのことを好きでいさせてくださいというラブレターをいただきました。ありがとうね、チャリンコ少女さん。はい。嬉しいです。メルさんにも何度も訪れていただいて、実は私ね、12月に何度かメルコーヒーさん行っているんですよ。そうそう、だからノートも拝見していて、皆さんの思いをこう拝見したんですが、川越がいかに素晴らしいかっていう思いと、私への思い、あとはあれですね、12月、特に去年の後半はイベント稼働が結構あったんで、そのイベントに来てくださった皆さんが、せっかく東京の方に関東に来たんだったら、じゃあメルコーヒーっしょつってメルコーヒーに行ってくれる方が多いようで、すごく嬉しかったですよ。はい。なんか、
私いつも行くとマスターとか奥さんから訪れた方々のそのエピソードとかなんか伺うんですけど、みんななんか本当に素敵な方ばかりで嬉しいのよって奥さんも言ってくださったりして、非常にどん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 幸せ空間が増しているなって思いましたね。だからなんか私も川越とかメルさんに恩返しをしたいんですけれども、私も今年はいっぱい行けたらいいなぁなんて思ってます。あと個人的にはメルさんとどこか行きたいなぁなんて思っていますね。はい、皆さんも気になったらまた訪れてみてくださいね。ではでは続けて、ココネーム居眠りキツネさんです。ココちゃんここにちは。ここにちは、ご無沙汰してます。ついに娘が夢の国デビューしました。あら、娘には妻が大好きなカーズのマックイーンの服を着せていたのですが、本当に可愛い。ココちゃんもぜひ見てください。親バカですね、すいません。年齢的にまだほとんど乗り物に乗れていないのでショー中心だったのですが、娘も踊りに合わせて手拍子しながら楽しんでくれたのが嬉しかったです。ココちゃんは最近夢の国に行きましたか？エピソードあれば教えてください、ということで。可愛いわね。もう待って、居眠りキツネさんご夫妻はさ、もうゴールインする前から私携わってるって言い方違うな応援しているというか寄り添っていたつもりなんですよ、私は、小原は。だからね、結婚しましたとか、ついに子供ができましたとか、生まれましたって言って、ついにお子さん娘さんを見ることができました。嬉しい。そしてとてつもなく可愛い。なんかいいね。私プリキュアやってからさ、なんかお子様の成長とかをさ見守れるようになったりもしてて、なんか幸せだなって思う。きっとこの子からしたらわけわかんないだろうね。会ったこともないやつが、あ、娘ちゃん可愛い、なんかココちゃんって言うらしい、でも親族でもない、なんだろうこのおばさんって思ってるだろうなね。でも引き続き見守らせてください。嬉しいな。ココちゃん最近夢の国行きましたか？行きましたよ。行った行った。なんだったら今年もいっぱい行きたいななんて思ってますよ。うん、楽しみだな。はい、また成長したエピソードあったらぜひぜひ送ってくださいね。お待ちしておりますよ。はい、ということでふつおたはここまでとさせていただきます。はい、それではここからはこちらのコーナーをお届けします。ココちゃんごめんね。こちらは皆さんの日常の小さな懺悔を私に告白してもらうというコーナーです。では紹介していきましょう。ココネームネモさんです。ココちゃんごめんね。寒いので一日に何回もお風呂に入っていたら何回も追い炊きしたせいでガス代がものすごいことになっていました。こらって言いたいけど、私これこの前やりました。4回やったの。丸1日休みだったんですよ。なんかひたすら眠くて、お風呂入ろうプチって言って、あー眠いなーって起きたら、はっプチパタッ、あープチっていうのを繰り返す。よくないね。でもその日1日だけです。はい、反省しよう。では続けて、ココネーム LS 涼介さんです。ココちゃんごめんね。貯金しないとダメなのに毎月給料のすべて使い切ってしまいます。ダメダメダメだよこれは。ちょっと LS 涼介さんって推し活してんのかな。メールとかだったらいいけどさ、一旦停止しなさい推し活は。ご実家だっけ、なんだっけ。ダメよ。何が悪か分かんないよ本当に。お金ちゃんと貯めておきなさい。私も無駄遣いしないようにしなきゃ。でも全部は使ってないわ。うん。では続けて、ココネーム日丹子ブーストさんです。ココちゃんごめんね。誰だか分からない人が電話番号から友達追加してきてスタンプも送ってきたけれど、僕にそんな友達はいないし、そもそも全然友達いないからという理由で無視して削除しました。本当に知り合いだったらごめんね。こらって言いたいけどさ、でも本当にわかんない人から来たらどうしていいかわかんないよね。
誰ですかっていうのも失礼だしさ。いやいやいや、これ致し方ないのかな。削除しちゃったっていうのも良くない気はするけど、でもね、なんとも言えない。でもここで懺悔してくれたから良しとしましょう。では続けて、ココネームのぶちさんです。ココちゃんごめんね。小学校の時からずっと千と千尋の神隠しの湯婆婆のモノマネが得意だったのですが、先日久々に本物の声を聞いてみると全く似ていないことに気がつきました。下手くそなモノマネを自慢げに披露し続けてごめんなさい。夏木マリさんでしたっけ。に謝罪なさい。もう夏木さんのあのお芝居はすごいよね。いや本当に普段の夏木さんのお声私すごく好きなんですけど、特徴のある優しいお声で、いやーね、ちょっとあれも、じゃあ謝って、あれももっと謝った方がいいと思うよ。まあ、ちょっと私んとこ送ってきてくれたからいいけどさ。はい、続けて、ココネームゴンボホリさんです。ココママごめんね。とあるラジオのメールフォームの年齢欄に0歳と入力して送信してしまいました。ココママごめんバブ。名前覚えたからな。ゴンボホリさんね。うん、ママって言っていいのは青いだけなんだって。はい、続けて、ココネーム AJ パンクさんです。ココちゃんごめんね。ココちゃんの可愛いお姿をスマホの待ち受けにしたいなと思ったのですが、ココちゃんのあまりの可愛さに私のスマホが熱暴走してしまう可能性があるので断念しました。大丈夫です、私の大好きなあの小顔追いを待ち受けとかにしても熱暴走はしなかったので。はい何言ってんだろう。はい、ココネーム猫平子さんです。ココちゃんごめんね。制服のスカートがふわっと翻るのがいいんだよと熱弁したところ、きっしょとドン引きされてしまいました。レベルの高い話をして申し訳ない。このさ、きっしょっていうのを言わせたくて送ったよね絶対でもちょっとごめん、私初めて猫平子さんに共感するかもしれない。だって3000万再生を超えたチカッとチカチカ、ふわっと翻るあのスカートの揺れ具合良くないですか。私は中の人としても見ていましたが、とても素晴らしいものだったと思いますよ。うん、あの朗読譚という朗読劇ですでですね、私もチカッとチカチカをやったんですよ。あの映像のチカちゃんのようにふわっと翻るようにというあのことで、あのそういった衣装を着ているんですね。なので私のスカートもふわっとひれがえていたので、何を言ってるんだろう。見たことないという方はそれも合わせて見ていただけたらいいかなと思います。いや良くないな、みんなのお芝居を見てください。はい、じゃあ続けて、ココネームパーカー好きの鬼太郎さんです。ココちゃんごめんね。好きな声優さんへの SNS へのコメント時に語彙力が行方不明になってしまい、好きです、可愛いですねと単調になってしまいます。僕のこの語彙力どこに行ったのか知りませんか。いやわかるよ。うん、好きっていう気持ちをさ、なんか伝えようとするとさ、私はさ一言に逆にできないのね、長くなっちゃうの。だから申し訳ないなって思っちゃう。でも長くなれば長くなるほど気持ち悪いって思われちゃうかもしれないからさ、なんかどうしたらいいんだろうって逆に悩んでいたりするよ。でも SNS、 私の場合インスタグラムやっていますが嬉しいですよ、そういう一言もらえるだけでも。ありがとうね。では続けて、ココネームなんてこった山口さんです。ココちゃんごめんね。声優さんがセリフを読むタイプのコーナーでにゃんという言葉を対応してごめんなさい。にゃんをつけて猫っぽくしたり、にゃんを連呼させてにゃんにゃんと派生させたり、にゃんをつけて許してにゃんという謝罪をさせたり、にゃんに頼ってきたことをココにゃんにお詫びいたします。だからさ、お詫びというものを通じてこれ言わせようとしてるよね。なんか新たな、なんかこれ謝罪のコーナーだよ。何かを言わせ、でも私ちょっと言うと、スミペの影響でなのか、猫耳をつけるって悪くないなっ
って思ったりしてます。でも普段つけません。はいはい、最後です。ココネームシンゲッターロボさんからいただきました。ココちゃんごめんね。以前地元のアニソンラジオ番組でチカッとチカチカをリクエストしてかけてもらったのですが、番組宛に送ったメールでチカちゃんのことを生徒会のムードブレイカーと紹介してしまいました。なるほど、いいんじゃないですか。チカチカね、さっきも話しましたけれども、たくさんの方に愛されて嬉しいですよ。なんか小原好みですっていう風に名乗るより、日本だと小原好みですって言うと、ああ、かぐや様のチカちゃん演じてる人だとか、いろんなキャラクター浮かぶと思うんですけど、海外だとやっぱチカチカとかこんにちさっぽーとかどうんだよって言うと、うわー、あれ演じてた人ねみたいになるらしくて、なんか嬉しいよね、そうやって認知してもらえるのって。ありがたいなって思います。ということで、皆さんからの懺悔お待ちしております。以上、ココちゃんごめんねでした。お送りしてきました、小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や不相談、何でも構いませんよ、ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ココネームチャリンコ少女さんにお送りしたいと思います。川越で素敵な思い出ができたということで嬉しいですよ。ぜひまた何度も訪れてみてくださいね。はい、そして現在 A&G ショップにて A&G オールスターで発売されたイベントオリジナルグッズが発売中となっております。そして小原好みの心置きなくと白石遥のポカポカタイムのコラボグッズがこの後21時より A&G ショップで発売開始となります。ぜひ可愛いグッズなのでお揃いにしてください。はい、そして小原からのお知らせは随時インスタグラム等で告知していこうかなと思うので、よかったらそちらご覧ください。告知遅れたらごめんなさい。あとは YouTube チャンネルを開設いたしました。今年からはいろいろロケに行ったりしようかな、本当に自分の好きなこといろいろしていこうかなと思うので、ぜひぜひ応援していただけたら、楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ということで今回の今週の一言はココネーム禁煙したい大学生さんからいただいた一言です。はい、初めましてですね、嬉しいです。ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。誰だ。正解はあなたの大好きな好みさんでした。